前回クライアントさんの方から声が小さいということでね、ちょっと聞きにくいという、クレームがありましたんでね、再度撮影撮り直ししてます。今回ね、このバーベキューグリルコンロ台ですね、高さの方2段目でね、下ちょっと空気下からね上に、この穴を通ってね、上にも炎が上がるようにちょっと1段上げて使ってます。まあこのぐらい、この高さで使うのが一番ね使いやすいかなって感じで、それでですね、この網ですね、これした場合、こう薪の投入がねやりにくいんでね、自前で、こういう、なんていうんですか、ど忘れした、こういうのをこしらえましてですね、でこの隙間からこう投入できるようにねやりました。これでかなりね、また使い勝手もね良くなってます。そんなんでね、これでこうやったらね、焚き火の方も結構これだけで十分ね、炭仕様じゃなくっても焚き火仕様としてでもね使えます。ただちょっと煙ったな。なんでね、こういった網よりこういうタイプの方が使いやすいね。それでこう直火でこう調理もねできるんで、網焼きするときはこの上にねまた別途網を置けばね問題ないんで、これを使うよりかは、まあ例えばこれを半分にしてもね、いいんじゃないかなって感じです。まあこの上にこんな感じで乗せることもできますんで、まあこれはこれでよしとして、これでですね、このプレートですね、これはですね、こうか、こうやってね、こう移動するのにもね、こう上のプレート台ちょっと一回歪んだんでね、ちょっとプレートが入りにくいって感じですけど、こんな感じでね、移動するのにもね、このプレートは使えますんで、これはこれで。いいと思います。完全に持てませんので、よいしょ、焚き火もねこんな感じで、風の方もね、まあ問題なくスリットの方から入ってきてますんで、それでかといってこの横に穴がないあるわけじゃないから、こう横に火が逃げないという、そういうメリットもあります。でその燃焼の方もね、ちゃんと燃焼してますんで、こう穴が少なくて燃えにくいとか
行ったことはありません。こんな感じで、まあこの類の、コンロ台ね、あの大きい薪とかね必要ないんで、まあ、少しずつ、この程度のねコッパグレを放り込んどけばね、それなりに燃えてくれますんで、まあ大きい薪ね必要ないというか、大きい薪を調達しなくても、あの現場で小さい薪でこと足るという感じでございます。なんで大きい薪は大きいやつなりにこう燃料よく使うんでね、まあソロなり2人ぐらいならもう十分この程度で賄えると思います。まあ、いわゆるあのファイアーボックスとかね、まあ、その類と、まあ、ファイアーボックスだ、そのあれは縦長なんでね、あの上の調理面積が少ないというか、このこれは横置きという感じなんで、あの上部の面積がその倍あるんでね、あのそういう意味ではこう鍋を2つ置こうかと思えば置けますんでね、まあ、そういう使い方ができると思います。燃え具合もこんな感じでいかがでしょう。十分じゃないでしょうか。これ値段2000円切ってますんでね、1900いくらか、もうコスパは最高です。やっぱりねこう直火でやるともうあのこれの脇塩梅もね早いですし、こんな感じでもう早からグツグツねいってますんで、まあ焚き火としてもうねこの程度の焚き火だと、あと始末の方も楽ですし、組み立てワンタッチ、あと姉妹もワンタッチという感じなんでね、ズボラな方にはなおさらおすすめ、しかもお安いということで、あら早く沸いたぞ。まあこんな感じでね焚き火を楽しんではいかがでしょうか。木の方が燃え尽きた後もね、この上で焼肉などね、バーベキュー、楽しむことができます。もうこれ、このぐらいの熱量で十分。まああとね、少々炭を少しずつ足せば十分かと。そんな感じで、なかなかね、使えるバーベキューコンロじゃないでしょうか。横にね穴があればこう薪をね投入できるのもあるんですけどね、それだともうちょっと横にねあのこぼれたりすることも考えられますんでね、かえってもこういうシンプルタイプの方がいいかもしれません。ということでバーベキューコンロ台のご紹介でございました。ではまた。完全燃焼です。